はいどうも赤崎蓮華です。今回も FIFA23 監督キャリアモードやっていきます。前回冬の移籍マーケットが閉じ主な取引を確認したところ、トップはベリンガム、ドルトムントからユベントス1億7370万ユーロ、一方アネオトシティは2人の若手選手を放出、モーリスがマンチェスターシティ、そしてホランドがリバプールと名門クラブに2人送り出すことができました。かなりレギュラー争いはきついと思うけども頑張ってほしい。一方リーグ戦の方ですが、34試合消化した時点で3位、トップのノリッチとは勝ち点差が8とかなり広がってしまいました。残り12試合かなり厳しい状況です。そして FA カップの方ですが、相手がミルボールに決まりました。5回戦ベスト16ですね。同じ2部の相手、いやプレミア回避できたのは本当に良かった。ここは大チャンス。そして今回ですが3月の日程進めていきます。とりあえずは5日の FA カップの5回戦、ここをやるのと、もう1試合勝てば3月中にまた FA カップがあるかもしれないのでそこをやっていきます。もしなければ29日のワートフォードとの試合になるかな。絶対に負けられない。ではミルボール戦までかなり日程が空くのでサクッと進めていきましょう。では本日の1試合目やっていきましょう。 FA カップの5回戦、相手は同じ2部のミルボールです。かなり下位に沈んでいるチーム、ただ5バックなんでかなり守備は硬そう。そしてアネオトシティはこの試合伊藤とケイタを使っていきます。まあ同じ2部の相手なんですが、この2人で十分やっていけると思います。ダメだったらシモンズ出そう。さあやってきました FA カップの5回戦ベスト16です。ここで2部と当たるのは本当にラッキー。ベスト8進出へ大チャンス到来です。ただ同じ2部なので油断はできない。しっかりとボール回して2投でゴール決めていきたい。頑張っていきましょう。さあバグナー、ブシェ流してグズマン、横パスドゥアルテ、ケイタシュート左足正面。さあグズマン立って伊藤右足惜しい。さあグズマンから立ってブシェ中、もう一度ブシェ、ここゴール。さあマイナスクロスシュート、ここキーパー止める。さあここケイタにこぼれた、ケイタ厳しいな、一旦下げよう。ワンツー、さあここ打てないか伊藤、まだある。ここはポストしないようにサイド、ブシェ出す。さあブシェマイナスクロスシュート、打てない。コーナーキックやらせんな、空中戦ナイス、ちょっと味方同士でかぶった。中まずいノーファールで、ここ通る、やばいシュート、ここクリア。なんで押し込まれる、おい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 、お見合いしたな今、何やってんな。リプレイ、完全にここ押さえてたんだけどな。ワグナーそこで止まっちゃいけない。さあブシェ伊藤へ、もう一度ブシェサイド、ワグナーワンタッチ、さあここ抜けてくるか、デュアルテ、ケイタフリー、いやー決まらない。プレース、中使ってくる、縦パス出さすな、ここ取れる、取れない、ピタスナイスカット、あっとこれはファールだろう。さあケイタがここ抜けてくる、縦パスワグナー、これはサイドだな、ケイタを使う。さあ抜けるケイタ、いや厳しいな、ケイタ戻そう。さあ中使ってデュアルテ、いや決まらない。さあ伊藤、さあケイタに通る、ケイタ伊藤シュート、外して前半終了。前半のスタッツ見ていきましょう。0-1折り返し、シュート11本打って1点も入らないの、
終わってんな、どうしようこれ、包帯使うか、ヘイタ厳しいな、ジラルド、シモンズはもうちょい我慢して、トップ中使ってくる、縦、ここは読んでた、さあジラルドへ出してカウンター、ジラルドドリブル持ってく、スイッチ横に流してブッシェ、もう一度ドゥアルテシュート、よし決めた、カウンターからいいつなぎ、やっと追いついた、リプレイ、いやここ鮮やかだったな、ドゥアルテ空いたね、ナイスシュート、さあ中央で潰せ、ナイス、さあここあっと相手もファールじゃない、ファールなし、縦パス、ナイスハイパス、さあこっから持っていきたい、伊藤、伊藤サイドにドリブル、ちょっと厳しいな、一旦戻そう、ルーシェ、ルズマ、ここでルーシェ、サイド、ワグナー、もう一度ルーシェ、ワンタッチ、伊藤空いたシュート決めた、オフサイド、ない、逆転、伊藤やっと決めたな、鮮やかな左足、リプレイ、ここのショートパスのつなぎ良かったね、伊藤振り向いて左足、素晴らしい、さあ伊藤、ブッシェ、ウズマ、伊藤へ、伊藤、ここでポストプレー、さあシュートコース空いた、ここはキーパー、あっとここドリブルミス、もったいない、戻れ戻れ、守備守備守備、ナイスカット、危ない、ちょっと待って、中盤でなんでそこでもたついてる、守備奪え、ナイス、いや奪いきれないか、相手フィジカル強い、縦パス、行かせんな行かせんな、よし、ここは体入れて、いや取りきれない、縦パス、ナイスカット、まだ相手ボール、あった空いてしまった、シュート、ナイス、無事笑いを止めた、問題使おう、ドゥアルテに変えてモントーヤ、そして伊藤に変えてシモンズ出すか、もう一回欲しい、コーナーキックやらせんな、ニアサイド、ナイスセット、相手ボール戻した、すごいパスだ、中固めろ中固めろ、守備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 、ちょっと待って、パス出させな、シュートってきたが、うん、外れた、ピータス、さてワグナー、あっとここで引っかかるか、よくない、あっとファールになってしまった、アドバンテージ、まずい、シルバー行かれた、まずい、ハイパス、ナイスカット、アップね、さあここもう時間がない、さあラストプレイになる、クロス、ここは相手クリア、ふえふえ、よしよしよし、勝った勝った、2対1逆転勝ち、危なかった、なんとか後半最初に追いついてよかった、うーん、やっぱりシモンズ最初から出さないと厳しいか、あとケイタ厳しかったね、うん、もう少しレベルアップ必要、試合データ見ていきましょう、結果2対1逆転勝利、シュート15、押し込んだけども2点しか決まらんかったか、決定力ちょっと厳しいな、個人スタッツ見ていきましょう、同じような点数7点が、ドゥアルテが1ゴール 7.7 で、マンオブザマッチはブシェか、2アシストで 9.3、 めっちゃ高いな、なんで、さあ5回戦終わりました、アネオトシティ勝利、ベスト8です、で他は、ね、スパーズ勝ってますね、でチェルシーも勝ってる、でエバートン、あ、シティ負けてる、フリートウッドタウンに負けたの、なんで、いや次ここと当たりたい、そしてリバプール勝って、ブレントフォード勝ってますね、いやーフリートウッドとベスト8で当たりたいな、さあ画面が切り替わって日程確認したら FA カップの次の相手決まってました、クリスタルパレスですね、15日、ということで今回は15日のクリスタルパレス、この試合までにしましょう、では2手の方進めていきます、では本日の2試合目やっていきましょう、 FA カップのベスト8です、
相手はクリスタルパレス。レンタルで出しているシーディベがスタメンですね。いやすごいな。そして、中盤がロコンガとフォファナか。左サイドバックにこれ多分ルークショー、結構変わった感じになってます。そしてアネオトシティ、この試合はベストメンバーなんとか勝って準決勝まで進みたいですね。頑張りましょう。さあやってきました、 FA カップのベスト8です。相手はクリスタルパレス、ホームでの試合。いやーここまで来れるのは思わなかったけども、相手に恵まれていた。ただここでどうしてもプレミアとは当たってしまう。ただ相手はクリスタルパレスなので、かなりチャンスはあると思いたい。おそらくメンバー的にはそこまで差がないはず。気をつけて試合していけばなんとかなるかもしれない。頑張っていきましょう。さあジラルド、ちょっと厳しいな。一旦下げよう。ここで下げてパスコース作りながら中、もう一度リターン、ジラルドへリターン、縦パス、ちょっとこれは通らない、ずれた。さあここピータスかっさらって、ナイスカット。さあカウンター持っていきたい。グアルテ、シモンズへ、シモンズ、さあ抜けるか、シモンズ持ってく、シモンズ、いや前入られた。さあハイパス、ナイスカット。さあここ縦パスつないで、シモンズサイド、ブシェ持ってけ、ブシェ。さあなんかちょっと人が足りない、自分で行ってマイナスクロス、ジラルド、いやブロックされたか。プレース、はめろはめろ、縦パス、ちょっと待て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 、シリベここで奪いたい、立って行かせんな、奪えない、ハイパース、いやーサイド破られる、ナイスカット、ハイパース素晴らしい。さあ裏取って、ブシェ、シモズ、いやずれた、そっちじゃない、足元、サイド中央、縦パス出さすな、縦通る、縦縦、いや抜かれた、まずい、シュート、ナイス、西原よく止めた。さあドゥアルテ切り返して、ブシェ下げて、ここ、え、そっちじゃない、逆逆、いやパスがずれるな、守備、いやドリブル突破、はいや、なんだこいつ、スピードある、行かせんな行かせんな、2人で運べ、ナイスカット、危ない。さあドゥアルテ、シモンズ、シモンズ、いやーここは厳しい、サイド使おう、ジラルド、いったんシモンズ、左足キック、すげー先制ゴール、よしよしよし、シモンズゲーリプレー、いやここよく決めたな、シモンズファーストタッチが素晴らしい。さあ先制ゴール、プレミア相手でもこのぐらいだったらやれるな。サイド、シリベ、縦行かすな、縦行かすな、中締めて締めて、行かせんな行かせんな、さあ裏、シリベ、ナイスカット、さあ奪い返して、持ってけ、ブシェ持ってけ、シモズ、ブシェ、ブシェ縦無理だな、サイド、ワグナー、ワグナー、あーこれはいけない、下げて立って、さあブシェにボール、ブシェ一人かわして、いやー厳しい、相手の足が出る、戻れー、守備、ジラルド、そこはジラルドでいこう、ぎゅーっと縦ボール、行かせんな行かせんな、ここで奪えない、うまい、スイッチ、まずい、行かせんな、いや奪いきれない、打たせんな打たせんな、ここはナイスクリア、コーナー、危ねえ。前半ラストプレー、コーナーシリベか、ここはクリアして、ここで笛でしょ、
なんでならないの。さすがにこれは鳴ってくれ。クリア。危ない。前半のスタッツ出ていきましょう。 1-0 で折り返し。シュート2本、相手1本。守備が硬いね。なんとかもう1点取って2点差つけたいな。相手の左のウィング怖すぎる。守備プレスプレス。うわ、ここ縦抜かれるか。サイド生かすな、サイド生かすな。シリベ、ここはいや、やり合っている。いや、うまいな。生かせんな、生かせんな。ここ縦パス打たせんな。シュートナイス。さあ、ここカウンター持ってけ。ジラルド、シモンズへ。なんだそのパス。もう一度。ちょっと遅れてしまった。中に人がいない。ちょっと下げよう。シモンズ下げて逆サイド、ワグナーへ。いいね。さあ立って突破できないな。これはウズマ、ワグナーサイド。いやー、相手の出足やばい。ドコンガか。まずい。ドリブル。あ、いや、マジで止めろ。シリベ止まんない。ナイスカット。アップない。さあ、シリベ交代か。結構厄介だったけども残念。さあ、ショートコーナー、ここで失点したくないよ。しかし中ちょっと空いてる、空いてる。打たせんな、打たせんな。シュート、ナイス。西原よく止めた今の。繋いで繋いで、ゴーストしないように後ろで繋ごう。サイドバック判定フリック。さあ大外、中空いたね。フリックして、さあオフサイドはない。あー、ファーに蹴ればよかった。コーナーキック、シモンズに合わせたい。ニアサイド、シモンズ相手ヘッド。いやー、クリアされたか。もう一度サイド、ピタス。ここでシルバー、ちょっと待って、シルバーで持ちたくない。一旦下げよう。ワグナー下げて、落ち着いて、大外落として中。さあここでフリックするが厳しいな。ワグナーサイドバックへ、立て立て。ここはキープだね。クリスマ大外、ワンタッチシュート。いや、止めた。コーナーキック、シモンズ。ここはキーパー出れない。シモンズ、いや、ダメか。セカンド、ちょっとシルバじゃ遅い。まずい。戻れペレスバー。ファールディーカー止めろ、ファールディーカー止めろ、ファールディーカー止めろ。ファールディー止まんない。縦生かすな、縦生かすな。早い。まずい。スイッチ。いや、抜かれた。ヒール、プレスプレスプレス。縦パス、打たせんな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 。いや、決められた。いや、強すぎる。ここで使おう。じゃあジラルドに変えてブルタード。あとは変えられないな。いや、厳しいなこの1点。やっぱり2点目入ってこればよかった。さあブシェ、ここ入れ替わる。さあブシェ、持ってけ持ってけ持ってけ。シモンズ、よし、決めた。スーパーボール。シモンズ、あっという間に追加で勝ち越し。いや、今のブシェが素晴らしかった。リプレイ。いや、ブシェよく持ってった。ここまで切り込んで、うまい。シモンズ、このファーストタッチが素晴らしい。そして左足で逆サイド流し込んだ。さあ勝ち越し、このまま守りきれ。さあブッシェ、シモンズ、うわっと、ここで味方同士重なったが。さあシモンズ抜ける、シモンズ、シモンズ、さすがにこれは無理。交代使おう。さあブッシェに変えてモントーヤ、ブッターと左、デュワイト右で使うか。どうしよう。
抑えてロングボール。ここセカンド拾いたい。いや拾えないか。守備立ってパス。うわここワンツー浮き。ちょっとまずいまずいまずい。奪ったナイス。さあフルタード持ってけ。シモンズサイド流してドゥアルテ。ドゥアルテここは下げてワンタッチ通して、うーん逆サイドワグナー。さあフルタードへマイナスクロスシュート打てない。セカンドいや拾えないか。守備シモンズ止めろ。うん止まんないよね。戻れ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 。ヒータス、いやここ相手に触れられない。シモレ縦行かすな。ナイスカット。プレスプレス。ちょ待って待って待って。ここ開くのは良くない。ナイスヒータス。ちょっと待ってファウルない。カイパスアップね。さあもう残り時間少ない。ここはキープしたい。さあモントーヤ抜けるか。ちょっと厳しいね。右ドゥアルテマイナスパス出してもう一度。いやー倒されるがノーファウル。マジでピータス止めろ。縦行かすな。ちょっとプレスバックしてそこちゃんと。うーんドゥアルテプレスバック弱い。縦パスまずい。打たせんだ。アップね。藤原ナイスセーブ。交代使おう。さあドゥアルテに変えてベルナルディ、そしてファイブバックにしよう。さあ何が何でも守りきるぞ。さあセットプレー、もうキーパー上がってきてんじゃん相手。空中戦ナイス。セカンドのファールでファールすんな。さあ通るパスシュート出すな。シュート出すな。締めろ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 。ナイス。ちょっと待ってパスが弱い。ナイスブロック。セカンドここはクリア。よしよしなんとかしのいだ。2対1。いやーよく勝った。最後はヒヤヒヤもの。これで準決勝進出。試合データ見ていきましょう。結果は2対1勝利。ベスト4です。いやーすごい試合だった。シュート9本、相手6本。ただスピードあったな。5本が意外に強かった。個人スタッツ見ていきましょう。マンオブザマッチはサイドバックのバグナーか。 8.4 よくやった。でシモンズがなぜか2ゴール上げたのに 8.0。 本当に点数低いな。シモンズかわいそう。そしてクリスタルパレスですが、まあ、70代多いな。やっぱりルークショーだね。でフォーファーナー、あー6本が82もあるのか。この辺交代した選手も80代だね。シーディベがいて、あこの選手78か。結構厄介だった。スピードあって、うん交代メンバー最初からいたら結構厳しかったかも。さあ6回戦ですけども、リバプールとトッテナムまだ試合やってないのか。相手が決まってない。でチェルシーは勝っていて、でブレントフォードとフリートウッドだったのか。でブレントフォード、さすがにフリートウッドはここで脱落。いや次チェルシーとは当たりたくないな。そしてリーグ戦の方ですが、2試合だけ消化して1勝1分けですね。勝ち点72、4位に転落。ただ1試合消化少ないので、ワトフォードにはなんとか追いつけるかなというところ。ただシェフィールドがめっちゃ上がってきてるな。そしてノリッチは相変わらず勝ってるな。勝ち点差が11。次勝っても8のままか。いや全く追いつけない。なんとか4位以内はキープできそうだけども、2位以内の確保が急務。今のままだと非常にまずい。とりあえず FA カップはベスト4まで進んだので、この調子で優勝までいけたらいいな。ちょっと厳しいか。といったところで今回の動画以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録高評価ぜひお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。